デカブツを倒すには使えるものは使った方が良さそうだ。フォーカスで見てみよう。お前ら準備しろ、すぐに進撃だ。ソーラの一歩をぶっ潰せ。あの容器には雷の矢を使えるな。機械の大砲だ、使えるかも。意外に何の意味階段での存在も他の部族はおじけづいてるよ。
倒したな。じゃあ大砲をもらうか。巨兵器までこいつを引きずらないとダメか。ほら、腕はなくとも背負うことくらいできる。さあ行こう。五太郎、いい戦いぶりだったぞ。まさか生き延びられるとはな。なるほど、逆賊とその機械を倒すのは正直いい気分だったぞ。本当にこいつはうまくいくのか。もうすぐわかるさ。冷気で肺がチクチクする。いよいよだな。だがうまくいくとは思えん。奇跡を祈ってくれ。見せてやる。なんだ、どうした。よし、これで岩を吹き飛ばせば動力源が露出するはず。よし、いいぞ。発しないぞ。うまくいきっこない。おお、これは驚いたな。コアッパどもの戦ごっこか。傷つくのは巨壁の心くらいだ。さあほら、惨めな振る舞いはいい加減やめにしたらどうだ。もう一度だけ聞くぞ、テコーテ。ヘカーロの求めに応じるんだ。貴様らの方こそ手を引くなら今だぞ。さっさとこの力失せろ。その傷者も一緒にな。これでもう隠れていられなくなったな。ヘカーロに従うんだ。断る。この巨壁は立て直せばいい。即刻な。ここにいると危険だぞ。巨壁はたった一つの大砲で崩れ去った。なら機械の軍団はどうだ。生き残る唯一の道は族長のもと皆が団結することのみ。空の民が巨壁に守られている限り、挑戦者は派遣しないと吐き捨てただろう。巨壁は崩れ去った。であれば、あの言葉撤回するな。遅れ。よく聞こえないな。じ
挑戦者を送れ。それでは闘技場を空の一派の色で染めるがいい。お手柄だったな。空の一派はどうなるんだ。壁なしでやってくしかないが、テコーテのような奴に服従し部族から孤立していくよりはマシだ。とはいえ気になるならゲラーと話せ。一派の同志だ。手助けがいるなら教えてくれる。そうか、覚えておく。俺は行くぞ。族長に報告だ。カルラットで会おう。ああ。また奇跡が起こるといいがな。上に登って様子を見てくるか。ゲラーという同志を探さないと。難しい決断だ。そこの女が話をし。お前が同志ゲラー、ここのことはお前に聞けとコターロに言われた。豪気よの巨壁よ、テコーテの誇りを粉々にしようとは。私はただ落ち着け。オークはそなたを支持している。勇士コターロに感謝をしなければな。その力を借りたい。階段に向かうコターロに我が兵士が同行したのだ。テコーテの命に背いて。ああ、コターロは最後に来ていたな。空の一派からの数人と一緒に。その兵士たちが帰ってくるや否や古い見張り場に配属されての、テコーテが彼らを追い払ったのだ。来たる戦に見張り場の奪還が必要だというが、実際はほとんど意味のない配属よ。しかしヘカーロ族長の当主から要請があって帰還するなら、テコーテとて文句は言えぬはず。さらにその判断を同志が支持するとなればなおさらな。兵士数人を帰還させて奴の顔を潰せと。簡単だな。ここから遥か西、東土の地へ向かうのだ。見張り場は滝のそばにある。まず分隊の長キバと会うといい。頼んだぞ。兄さんならやれる。もうノラの幽霊の身につけてみましょう。他の仲間も殺して。どうかしたのか。壁の破壊者。ジェッカの兄さんが無謀な挑戦に出かけたの。兄さんは登りきる。絶対ね。無理だ。兄さんのペントが兵士の証を得るために天の頂に行ったの。もう終わってるはずなのに戻ってこなくて。ジェッカ、ライタッカ、訓練開始だぞ。あなたの兄さんは掃除係がお似合いよ。お願い、様子見てきてくれる？私が行くと分隊長に怒られちゃうから。それに私が兄さんの盗聴を疑ってるって思われたくないし、信じてるんだから。分かってる。道しるべがあるから、西に行った滝のそばにある。近くに行ったら様子を見てみるよ。ありがとう。早くしろ、急げ。はい、今行きます。ペント、どうか無事でいて。テコーテはもう少し言葉に気をつけるべきだったな。鎧着てなきゃもっと楽なのに。文句言わずにしっかり登れ、ジェッカ。はい。何を言い争ってるんだ。セリバが譲らないんだ。フェリッカが天の翼に乗って空を飛んだんだってね。ただストームバードにしがみついてただけだっていうのに。
ストームバードに乗ったのか？飛びはしたけど、でも乗ったとまで言えるかどうか。はっ、今認めたね。もういないかのような言い方だな。いないの。エリッカを捕まえた機械、その後山に飛んでいっちゃって。機械は今も飛んでるけど、フェリッカはもう見当たらない。そんな最後初めて聞いたよ。本当に山頂には誰もたどり着けないし、彼女は最高の兵士でいい鎧も着てた。でもそれももう役に立たない。私が登ってみようか。無理だよ。あの機械に捕まりでもしない限り自力であそこに登れない。今はな。歩くと雪がサクサクいるな。道しるべがあるな。ジェッカの言ってた登山口はこの近くにあるのか。あの子の兄さんの様子を見に行こう。これで全員か？何があった？ここを仕切ってるやつか。話を聞いてみよう。壁の破壊者、天の頂を拝みに来たのか。諦めろ。実はペントーという男を探しているんだ。ペントー？あんなグズがこの状況を生き延びられるわけがないだろう。口を慎んだらどうだ。どういうことだ？お前の探しているものを含めた3人が山に登ったきりだ。ペントーは伝統を無視し、相棒を持たずに盗聴を試み、厳しい状況だ。もともと希望は薄かったが、あいつはテナークスの素質の多くを書いている。だから見捨てるっていうのか。助けを呼ばないで。たとえ助けを求めてもこの吹雪ではな。あいつらの命は山が握っている。それはどうかな。もう少し聞きたいことがある。なぜみんなペントーがこの山を登れないと思ってるんだ？我らテナークスは兵士だ。力と敏捷性を重んじる。ペントーにはそれがない。それゆえあいつは幼少より掃除担当だった。なのにあいつは空の一派で最も困難な試練に挑んだのだ。血迷ってるって言いたいのか？その言葉はスカン。女の鎧をまとった時、私もそう呼ばれた。ペントーは己の力を証明したかったのだろう。そういうあいつの気持ちは私もわかる。痛い。だが吹雪がなくても盗聴は容易ではない。天の頂とは一体何だ？空の一派の土地で最も険しい山のことだ。機械との戦の時に天は二人一組で山を登ったという。古の足跡をたどり、頂上に咲く流血花を二人で採取し、戦士たることを証明する。それが我らの伝統なのだ。しかしながらペントーは単独でそれに挑もうとした。一緒に登る人がいなかったから。勇めたのだがな。しかし単独登頂を禁ずる掟はないゆえ許した。なるほどな。ノラにも似た儀式がある。私も歓迎されなかった。大きな間違いだ。だな。私が山に登ってみてもいいぞ。ペントーを探してみる。他にも二人行方不明がいるんだろう。いや、一人だ。もう一人は戻ってきた。ジッカ？ロックと私が山を下っている時に雪崩が発生してはぐれたんです。もう何も見えなくて。助けに行った方がいい。足元さえも見えぬ吹雪なのだぞ。見えなくても平気だ。すぐ戻る。傷を負った。吹雪が強くなってもフォーカスを使えば捜索ができるはずだ。道しるべをたどれば迷うことはないだろう。
一応取っておこう。目印だ。こっちで合ってるな。俺のやる気か？誰かが戦っているみたいだな。助けた方が良さそうだ。生きちゃいる。お前の相棒から雪崩ではぐれてしまったと聞いたんだ。相棒？まあ、いきなり雪崩になってよ。見事に飲み込まれた。死ぬかと思ったが、誰かが雪から引っ張り出してくれてよ。弁当さん、俺のために命がけで。彼はどこへ？崖を登ってったよ。登りきるんだって言ってな。自殺行為だと言っても聞かなくて。一人で降りられるか。ああ、まさか奴を追う気か。行け。吹雪がひどくなる前に降りるんだ。天のご加護を。